こんにちは、あかりんことしたあかりんです。さあ今日はですね、まあ年末なので爆買いしてきたっていうよりしに行ったんですけど、あんまりなんか欲しいものがなくて、あんまり買えなかったけど爆買いする気持ちで行った購入品を紹介していきたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの自主力動画スタートです。気持ち的にはね、爆買いするぜと思って行ったんですけど、なんか動画にしたくて、なんかあんま欲しいものがなくて、あと何お金使って大丈夫かなと思って持って買えなかったっていうのもありますね。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まずですね、そう、心斎橋大丸がめちゃくちゃリニューアルされてて、化粧品売り場のフロアがすごいことになってたので、皆さんよかったら一度行ってみてください。すごいあのテンション上がる感じになってたんで。はい、じゃあまず1軒目に行ったのがこちらですね。シャネルのボームエサンシエルスカルプティングっていうものです。こちらですね、シャネル のボーチェのベストコスメとかにも入ってたくらい人気のハイライトです。こんな感じのツヤ出し系のハイライトです。どうだろうなーって思ってるところなんですけど、結構メイクさん人気がすごい高くて、ちょっとだいぶねオイリーというかベタベタするタイプの、まあ、ハイライトなんですけど、ツヤ感はものすごい綺麗なんで、まあ、ツヤ肌が好きな人にはすごくおすすめですが、ちょっとベタつきとか苦手な方にはあんまりおすすめできないけど、もうとにかく綺麗なツヤが出ます。だから私あのテレビとかお仕事の時はあんまりつけないけど、プライベートで使いたいなと思っている商品の一つですね。ヘルシーな感じのツヤっぽい肌に見せたい方にはめちゃくちゃおすすめですね。で、2軒目に行ったのが、よくさ、デパートとか行くとさ、あれなんて言うんだろう、香水売り場みたいな、いろんなブランドの香水だけが集まっている場所あるじゃないですか。そこがあったので行ったんですけど、そこで売ってたのがこちら、クロエなんですけどね、クロエのオードパルファムっていつも私が使ってる、もう何個もリピートしている香水があるんですけど、見てこれ、じゃーん、いつも使ってるのがこれなんですけど、なんとこれ、これと同じ値段で このセットを買うと、ボディーローションと、あとこのね、ちっちゃいタイプの香水がついてくるっていうので、すごくときめいて買いました。いつもこれ使ってて何本もリピートしてるんですけど、まぁ、ちょっとでかいからお家置いとく用で、持ち歩きはこのちっちゃい方にしようかなと思って。めっちゃ可愛くない？私の口よりちっちゃいですね。うん、っていうのでこれを買いました。やっぱね、私ボディクリームと香水の匂いのね一緒にしたくて、クロエのボディローションずっと迷ってたんですけど、これはすごいお得に買えたので嬉しいですね。うん、いい感じ。香水ってさ、何回も買い替えようと思うのに、やっぱりクロエに戻ってくるから、毎日さ香水つけてたらやっぱさ匂いって染みつくやん。だからコートとかにもすごい匂いが移っちゃって、他の香水つけてもやっぱりいろんなものからクロエの匂いしてくるんですよね。だからなかなかこう変えれないというか、意外とやっぱ固定になっちゃうよなって悩んでる。続いてはですね、ナーズでの購入品です。ナーズはですね、ずっと買おうと思ってたんですけど、ナーズのナチュラルラディアントロングウェアクッションファンデーションのケースとレフィルを買いました。で、色は5880番ですね。一番明るいカラーはちょっと白すぎたので、もう一個暗いカラーにしました。でも一番明るいカラーの方がちょっとピンク味があって良かったんですけどね。結構これ黄色い感じだったけど、まあ塗ってみたら割と肌に馴染んだから、まあ、いいかなと思って。別売りになってるのでセッティングします。そう、クッションファンでさ、最近さ四角いタイプのクッションファンで増えてきてさ嬉しい。私さ、なんか丸いケースさあんま好きじゃないんですよね。ポーチに収納するときにさ、収納しにくくない？丸いやつってやっぱさ、四角いものでさ、こうポーチの中で並べたらさ収納しやすいけど、丸いものってほんまに収納しにくいから、クッションファンでも全部四角くなってほしいなって思うんですけど。こんな感じのクッションファンで、なんかナーズのクッションファンではツヤ肌のものとこっちのセミマットのタイプがあって、私はこっちのセミマット系の方が好きなので買ってみました。ポンってちょっと取っただけでこんなにつくんですよね。今動画撮影2本目なんですけど、1本目の動画でアイラインつけたから、この上カバーしてみましょう。一塗りでだいたいこんくらいカバーされるかな。うん、ああ結構カバー力あると思いますね。うん、あ、すごい、結構カバー力強めだと思います。そう、なんかデパコスからもどんどんクッションファンで出てるから、いろいろ試そうと思って、なんかナーズのやつは結構ねピタッと密着してくれる感じが試した時にあったので買ってきました。まあまあライブとかでの崩れにくさは今後見ていきたいなと思うので、よかったらまた紹介します。もう多分ねしばらくクッションファンでばっか使いそうな感じがするかも。やっぱクッションファンでが一番楽じゃない？ポン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 って手も汚れないし、なんかムラになんないし楽ちんだなって思います。で、一番嬉しかったのがね、そのダイバルにこの白ができたんですよ。白のねルームフレグランスを買いました。で、私が買った香りがサボンの香りなんですけど、こんな感じで、白のこうインテリアの邪魔をしないこのシンプルさがいいですね。え、これどうやって開けんの？私ペットボトルのさ蓋開けられへん人やから開けれた。
まあ、めっちゃいい匂いする。これを差し込みまーす。で、広げる。はい、できましたー。このサボンの香りね、多分白の店舗も全部この香りになってるんかな。めっちゃいい匂い。今日から私はサボンに包まれて過ごしたいと思います。はい。っていう感じで、あともう一個白の購入品があって、こちら、ユズオイルインウォーターっていう化粧水ですね。これユズの香りがする化粧水なんですけど、なんかオイルが入ってるのでね、すごいね、使いやすかった。すごいね、細かい。粒子の細かいミストです。はい。でも保湿力もすごいあって、なんかオイルが入ってるからなんかしっかり保湿してくれる感じがすごい好きなのと、あと匂いが特に好きです。私柚子の香りめっちゃ好きで癒されるなと思って買いました。まあこれは使い続けてみて、よかったらまた紹介しますっていうのが大丸の購入品。コスメキッチン、これはね渋谷のヒカリエで買ったコスメキッチン、これはねリピ買い商品なんですけど、こちらパムのドリームグロアマスクを買いました。透明感とキメを整えてくれるタイプのものです。ねパムのねパックはねベスコスでも紹介したけど、もうめちゃくちゃ肌がなんかブランツヤンピヤンみたいな感じになるからすっごくおすすめちょっと高いんですけど、こう大事な撮影の前とかはこのファミのパックしたいなって思うくらい、なんか肌もね本当にみずみずしい感じになるし、角質とか皮脂などを吸着してくれる効果があるんですよこのパック。だからすごい透明感とかが出るみたいですね。そう、あとこれもねリピ買いで、もうねファミは売ってるとこ少ないからもうストック買うとこうと思って、そちらいつも使っているクッションファンデのストックを買いました。とファミのエバーグロークッションですね。今のところベスコスで紹介したディオールとファミはめちゃくちゃいい。あとクリオのクッションファンデもまあまあおすすめかな。でこのナーズのやつもまあ様子見やしけどめっちゃ良さそうやし、あとねあのジバンシーかな、今度動画ねで紹介するんですけど、ジバンシーから新しく出るクッションファンデもめちゃくちゃいいのでそれも楽しみにしててほしいっていう感じ。なんか本当はねもっとねなんか YouTuber っぽく総額いくらみたいなことを年末だしやろうかなと思って行ったんですけど、やっぱなんかそんなにお金使っていいかなとか思ったのと、その日はねなんかあんまり物欲がなかったのか、これ欲しいこれ欲しいってなんなかったんですよね。そうだからねこんな感じなんですけど、まあ良かったものはまた追って紹介したいと思います。はい、という感じでこれにて2019年の動画は最後になります。12月結構いっぱい上げれたかな。そうやっぱね2019年振り返ると YouTube に関しては本当はもっと頑張りたかったなっていうのがすごい私の中の本音で、やっぱ今年に入ってからアパレルのプロデュース始めたりとか、あの B アイドルというコスメのブランドを持ったりでそのプロデュースも始めたりとかもあったりとか、あとはまあライブが多かったとかもいろいろあるんですけど、 YouTube にねかけれる時間がすごく自分の中で取れなかったのが2019年一番の反省点で、本当はねもっと細かくいろんな動画出したかったんですけど、なんでね1日は24時間なのかって思うし、今一番欲しいものって言われたら寝なくても働ける体が欲しいなって思うくらい時間がなくて、なんか時間の使い方もうちょっとね来年を考えて YouTube にももっとかけれたらいいなって思うし、うん、やっぱりねすごいこうやって自分の中で好きなものに対してこうブワーって語れる YouTube がすごい好きだし、本当はねもっとね来年はすごいいろんな YouTuber さんとかともコラボとかしていろんな動画出したいなって個人的にはすごく思ってるんですよ。大人の方とも話し合ってちょっと YouTube との向き合い方とかこう時間の使い方も考えていきたいなとはすごく思っておるばかりでございます。2019年の一番の反省点かなと思います。やっぱね例年に比べて今年は出してる本数が圧倒的に少なかったと思うので、そこだけはねそうもっとねうまく時間を使っていきたいところですね。やっぱ好きやな YouTube って思うし、でもまあ2019年振り返ったら、まあ、YouTube に関してはそういう反省点はあるけど、でもなんか自分としてもすごいやりたかったプロデュース業も始められたし、振り返ればたくさん夢の叶った1年だなって思うし、本当に応援してくださる皆さんのおかげですごいやりたいお仕事がたくさんできた1年だったのですごく楽しかったです。そうですね、だから今年を振り返って漢字一文字で表すとしたら、もう働くっていう字って言えるくらい私の中では結構マックスにお仕事ができた年だったのですごく嬉しいし、来年はねなんかもっとこう物事を動かしていきたいなって思ってるので、来年もまた自分の夢がたくさん叶ってファンの皆さんに楽しんでいただける1年になるように頑張っていきたいなって思っております。細かい目標とかいっぱいまだまだあるんですけど、まあ、YouTube に関しては動画の本数を上げて、ね、チャンネル登録者の伸びもちょっと止まってきてるので100万人来年は目指して頑張っていきたいなと思っております。
今年も1年本当に応援してくださった皆様ありがとうございました。来年もねこのあかりの女子力動画がこう世間の女の子の皆さんの可愛くなるためのヒントになったりお手伝いができたら私はすごく嬉しいので頑張っていきたいと思いますし、メイクとかね美容系以外のこともどんどんやっていけたらいいなと思っております。はい、ということで2020年も引き続き応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで2019年動画を見てくださった全ての皆様本当にありがとうございました。1年間あかりの YouTube 楽しめたよって方がいらっしゃいましたらよかったら高評価ボタン押していただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた2020年の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。良いお年を。